なり始めます。はいはい、はい、告知なんですけど、はい、ちょっと今回盛りだくさんで、それちょっと順序っていきますね。順序そう。まず高山下げ殿に我々行ってきました。行ってきました。この動画は再来週アップできます。はい。でもうすごい盛り上がって、そうです、炭鉱節まで歌っちゃって、はい、煙突の下で飲んじゃってもうでその中で先月、うん、Zoom オンライン飲み会、うん、ラムでやったんですけど、うん、当然高山酒店さんに行ってきたんで、うん、その話で盛り上がって、うん、で塾長にも佐野よいよいと、うん、カンテラを、うん、まあ、日本酒ですね、うん、を送ってるんで、うん、その批評とかもいただいて、はい、すっごい盛り上がりました。はい、はい、やって高山酒店やっぱりすごかった。そういうことです、そういうことです。で、これはですね夏8月の頭に、ね、アップ予定なんですけど、その前に行った、うん、中華屋さんがまた、うん、めちゃくちゃうまいところで、バリうまいです。で、まあ、その動画も後々楽しみしてほしい。はい、そうです。ということで先月ラムだったんですけど、うん、ほぼほぼ高山酒店さんで盛り上がったっていう飲み会でした。そうです、そうです、はい、そうです、そうです、そうです。まあ、でその後塾長がまたその別個に、うん、動画を上げていただいてるんですけど、うん、やっぱり塾長のその動画すごいですね、コメントがね。やっぱね、あのね、もう言葉の数々セレクションもうね、もう見事しか言いようがない。僕は絶対真似できないですね。小次郎さんはうまい、超うまいの2枚看板ですから、そうそうす、まあ、ちょっとあれほどのねセレクトはちょっとねなかなかできないんですけど、素晴らしいです、はい。まあ、塾長の動画を見ていただいたら塾長も炭鉱節歌ってるんで、うん、まあ、これを聞いていただきたいということで、うん、 そして、はい、先週なんですけど、そうです、ウイスキートークが今年も盛大に、もう今回は初のマリンメッセ開催です。うわ、ちょっと今年ちょっと自分行けなかったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこの様子とかもね、本当はなんかいっぱい聞きたいんですけどね、なんかちょっととっておきのなんかありますか、ね、またYouTube で撮ってきております。あ、撮影してくるんですね。はい、撮っております。はい、で、なんか聞くところによると、うん、このコーシローズバー、うん、ウィズお酒の塾長とお酒好きの仲間たちのメンバーが、うん、皆さんちらほらと、そうそう、ちらほらと、はい、来られたそうで、そうです、はい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 、だからそういうつながりもなかなかいいですよね。そうですね、いいですね、はい。で、自らもまた飲みながら、うん、ベロベロです。去年は僕が一応サポート役でおったんで、うん、飲まないで、うん、きちんとおったんですけど、うん、今年飲みながらやって一人で大丈夫やったんですか。結局ですね、もう犯人も結構大変やったんですけど、まずやっぱりそのウイスキー様を飲む前に、はい、やっぱりどうしても私はビール様を飲むんです。あ、去年はですね、うん、コンビニまで買い行きましたけど、あの辺コンビニないですよね。今回ですね、はい、私も自分のクーラーボックスに、あ、もう前もって前もってクーラーボックスに氷を入れて、はい、入れて、一応6缶持っていたんです。6缶です。6本持っていたんですか。そう、6本です。6本持ってて、また品種の違うやつですよね。もうね、うん、もうそれはチェーサー代わりに6本飲んで、うん、それはチェーサー、チェーサーです。チェーサーだってウイスキーだらけのとこ行くわけですからね。そうです、はい、だからやっぱりもうビール様で飲んでですね、はい、でもうこのちびっちゃいやつがあるんですけど、ちょっと もっと止めていい。あ、はい、いいですよ、いいですよ、いいですよ、はい、これです。これあ、そう、ウイスキー飲んだ。そう、じゃこれね、これウイスキートーク、うん、これね、はいはいはい、ウイスキートーク、はい、そこでしょ、はいはい、これが、はい、もうこれね、はい、一部です。なんですか、そのカップは全部飲んだやつを全部、そう、またコレクション用に持って帰って、ただこれも全部じゃなくって、はい、もうあまりの量が多すぎて、これがね、はい、もう一杯こうあるでしょ、はいはい、もうねこんな感じです。はいはいはい、これを多分ね、おそらく25杯から30杯ぐらい飲んできていますね。で、持っていった6本も開けたんですね。もちろんです。もう綺麗にもうチェイサー代わりに6本はビール飲んで。で、つまみも持っていったんですか。もちろんです。あ、ちゃんともう全て。つまみもね、あるんですけど、結構ね、そのウイスキー特の時に、まずお弁当をもらいます。はい、その弁当がまずつまみです。ああ、もらいましたね。そうそうです。はいはいはい、でそしてあと、その今回ですね、外に、結構そのイートスペースがあって、はいはい、もう結構またおつまみも結構多かったんですよ。はいはい。もう、でこれが今回 のウイスキートーク の、はい、2024年ですけどね、はい、まあとにかく出店数がですね、今回これお見せしますね、これだけです。ああ、そうですね、そうで
もうすごいんですよ。もう多分今まで過去最大級やったんですけど、はい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 、でまあね、まあここが来場者も最大級、多分ね、おそらく話聞いたら3500、4000人ぐらい入ってるんじゃないですかね。多分めっちゃ盛り上がったですね。まだ多いかもしれませんけどね、僕はあくまでもちょっと詳しいことは分かってない、まあ、誰かがインスタに並んでるとこ出してましたけど、うん、それを最初のほら、うん、入場前の、うんうん、やっぱすごい人数やったですもんね。そうですそうです。で、まあ、楽しんできたと。そういうことです。もうベロベロだったです、はい、で、なんか一部ではそれだけ飲んで二次会行ったのに、うん、二次会でもなんかグラスを2つか3つ持ってます、重ねてで、あら、並ばないと告げないんで、もうそこで手に持てるだけ、そう、それ自分の分だけでなんかやっちゃってるっていうのがうなんかチラッと見ました。それもう時間かかるからまとめてももらってますね。たらふく飲んできましたね。まあいい気分になりましたね。まあそういうのも楽しいの で、 そうです。もう毎月、あ、毎年、そうです、参加は欠かせないね。これはお祭りです。あ、なるほど、はい、もうウイスキーのお祭りだから。じゃあお客様もみんないい顔してましたか。みんなもうニコニコ笑顔でみんなベロベロですね。もうなるほど、うん、まあそんな感じだったです、はいはい、で本題いきます。はい、そうそう、ラインナップいきますね。はい、まず、はじさん、あ、はじさんなんですよ。そうです。で、はじさんね、うん、自分が随分そのまあ一応裏方として、うん、いろいろやり取りさせていただいてるんですけど、うん、言葉の節々にですね、うん、いやもう幸四郎さん、高島さんにはものすごくお世話になったんだと。いや逆です、僕の方がお世話になってます。ずっと言いますよ。本当、僕はもう高島さんにはすごいお世話になったんで、うん、もう恩返しをしなきゃいけないっていうのをもうやり取りするときに、うん、言葉の節々にもうずっと言います。逆に僕の方です。あ、僕の方がそうなんですね、してもらったんです。はい、ちょっと軽く橋さんをご説明していただいていいですか。はい、橋さんっていうのがですね、このもともと久留米の泉屋っていうところのむちゃくちゃ大きな会社のですね、専務さんやったんです。なるほど、専務です。なるほど、うん、まあ、副社長やったら専務やったと思うんですけど、お酒屋さんの専務やった。もうね、もう多分むちゃくちゃ大きなお酒の問屋業やって、卸の要はそんなんですよ、はいはい、それより、はい、泉屋も多分おそらく久留米福岡で泉屋のちょっと赤っぽいなんか車が、はいはいはい、もうそれがもう有名なとこ の、はい、のそこ の、 泉屋ビルディングもいっぱいは持っとって、はいはいはい、そこの専務さんなんです。なるほど。そしてそこの橋専務とはもう今から何年前かな、もう20年中はんか、そんな昔からぐらい、はい、いや本当もっと前かな。じゃあオープンする前当然ですね。あとね、23年前ですよ、うちが初めて、はい、君長さんで、はい、洋酒ウイスキー店をしたじゃないですか、はい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 、その時にの専務が来てくれて、もうむちゃくちゃ感動してくれて、ああ、その店君長さん の、 そう、初の私 の、はい、ウイスキー店です。はいはいはい、はい、でその時に洋酒ウイスキーノベルティの世界に23年前です、はいはい、盛り上がったので、そうです、橋さんもちょっとそこに見に来たと、うん、そう、はい、でその時にもうむちゃくちゃ感動してくれて、それから今度泉屋 の、 100周年記念の時にですね、はいはい、泉屋ホールってあるんですけど、はいはい、そこで私のコレクションの、ね、3分の1ぐらいをちょっとお貸ししたんですよ。なるほどなるほど。でその時からのもうずっと付き合いがあって、はいはいはい、だからまたもうおそらくもう23年、はい、うんうん、いや以上前の付き合いなんです、はい、その恥さんがそうです、もう今独立されて、そう、独立されてお酒屋を天神でやられてるんですよね。そうです、はい、で独立してそこの橋専務が今社長になったんですけど、はいはい、このこのラインナップです、ね、そうです、はい、菅原水郷です、はい、菅原水郷の、はい、今社長で作ってるんです。麹ウイスキー、麹ウイスキーで、その麹ウイスキーの麹ウイスキーを作っている。そうそう。で、僕らはですね、うんうん、このこっちのですね、うん、なんか幕開けで、うん、販売されたこの10本を、うん、まず、うん、一度、うん、YouTube でも参加したし、うちの、2回やった
ウイスキーみんなでの語ろう会でもこちらを皆さんに飲んでもらって、うん、そうでその前の5本はちょっと残ったやつがもう展示しております。ちょこっとしか残ってないですけど展示してて、うん、でまだちょっと実は未開封が、5本ありまして、うん、1本は塾長に送ってるので、うん、まあ、ここに4本あります、うん、でこれもまあよかったら、ちょっと飲みたいなと、うんうん、あの今度のですね甲子ローズバーで飲みたいなと思ってて、うん、で、新しく購入させていただいたのがこちらの25年と、14年でこれもひっくり返るで25年ですよ。すごい麹ウイスキーすごい、まあ、いわゆるその、まあ、麹ウイスキーですから、うん、まあ、麹で作った焼酎に、うん、を樽熟して、うん、ウイスキーとして売りたいけどスピリッツでしか売れないという、うん、今のこう酒造関係ですね、うん、そうそう、けどうまいと思うんですよね。もうねえすげえなこれは。でうずうずしてるということで、うん、早速やりましょうか。早速やりますか。まずやっぱ順番的にはやっぱりもうどっちからいこうかな。いやもうそれはお任せします。やっぱり14年からいきましょう。びっくりした、こっちからいくかと思ったんですげえなごなるなと思った。日本でいいわけですね。そうそう、もう日本でいきましょう。はい、ね、はい、まあこれが続きましょうかね。はい、いわゆるもう初開封ですからね。そうそうそう。でちなみにですね、うん、まあ25年の方が当然高いんですけど、うん、14年はもうないそうです。売ってないそうです。もう売ってないでしょ。終わったそうです。はあ、終売です。それもうやっぱ人気ですもんね。二度とその飲めない、買えないんですよこれ、うん、飲んでしまったら、うん、それもまたロマンじゃないですか。もうロマンだらけ。まずこの音がいいね。ふう、そして開けます。はい。ふう。ふう。どうすかどうすかどうすか。あ、もう香り香り香り。おお。でちょっとまずこの14年スカラスイクス。はい、14年。これでいきます。今日はビール様いらないですね。まあこれはちょっととりあえずもうみんなに飲むためにちょっと少し、はい、あ、ちょっと色もいいっすね。色もこんな感じですよ。すごい濃いっすね。14年ね。もうね、ウイスキーもうまずウイスキーすごいっすね、うん、ちょっとまず蓋を閉めて、はい、蓋をきれいに閉めて、そしてちょっと、うん、すみません、ちょっと私が一発目にちょっといただきます。はい、はい、14年、うん、うわすっげえ。マジっすか。これやっぱ恥ずかしい。なんか近いのあります？なんか近いのやろう。僕はなんかやっぱこれはやっぱその飲んだことがないような味ですよ。あ、ないですか。うん、近いのない。いや、もう表現ができない。うん、もうやっぱりその麹感というか、ああ。ちょっとください。こう飲み比べないですか。いいですか。もういいですか。ちょっと熱いですね。確かに。まあ開けたばっかりだからたくさんありますからね。そしてこれけどほらお客さんにほら飲んでもらわないと、もう手に入らないわけですから。じゃあ今度はい、あ、行きますか。もうせっかくだから。これ20年、はい、これもまたすごいね。これですね。箱がまたかっこいいもん。く、はい、まあコレクター幸四郎としてはこの箱もね、もう箱と、はい、もうこれもセット、うわ、もうこれ見てこんな感じ。うわ、さすがこれ箱もすごい。おー、うおー、かっこいい。あ、もうこういうのがもうちょっととにかくちょっと心を揺さぶるんですよね。私はこう物を集める人間からしてみたら、はい、こんなんが全ていいんです。あ、そうですよ。これ開ける瞬間、もうこの箱開ける瞬間が大好きなわけですからね。ワクワクします。うわ、これすげえ。ちょっとこれもまたすごいな。もうまさにもう本当に買ってきたばっかりって感じですよね。これはすげえな。あ、ときめいてますね今日。もうなんかもうワクワク、今週ときめきだらけですね。ウイスキートークもあって、もうときめきだらけですよ。うわー、またかっこいいっすねこのブラックのね。見て、真っ黒系、ほらすごいすごい。真っ黒けばこれすっげえ。こんな感じね。はい、ちょっと開けましょうね。あ、もう飲み比べで。ああ、ちょっと待って。
これもすげえ。数々のウイスキーを飲んできた幸四郎さんが今まで飲んだことのない味と。そうです。わ、開けます。はい。いいですか。はい。菅原、25年。はい。くーくー。ちょっと待って、いや、ちょっと、うん、ああ、ちょっとやっぱちょっとなんか深みが増したような香りですね。そう、ちょっとつくばい、はい、25年、はい、こうちょっと色やっぱ濃い感じですね、うんうん、さらにね。ちょっと待って、蓋を閉めて。それはいいですけど、さっきの味覚えてるんですか。ちょっとだけ。覚えてます。そこです、大事なの。よし、ちょっとちょっといただきましょう。はい、25年。はい。もうなんかね、熟女。ちょっと待って。言葉が出ない。うん。で、それ、あの、熟女。何歳ぐらいですか。通常、はあ、これね、あの、じゃあ、これちょっとね、今僕の中では、はい、ウイスキーの中の大原玲子みたいな感じ。ああ、来ましたね。わかりやすい。わかりやすいでしょ。わかりやすいです。色気もあるんですね。そう、もうね、うん、大原玲子ちゅうことは25年の方がエロい。エロい。でもめっちゃ抱きたくなってる感じ。そげん、もう言うたらもうムラムラするし。もう飲みながらちょっとムラムラきちゃう。そう、そんな感じ。わあ、すっげえ。うん。ああ、やっぱ25年ってまだこんなに違うんですね。14年と、だって14年から25年、11年プラス樽で寝かしろ。そうですね。それだけの、まあ現象は一緒ですからね。そう、はい、すげえ。でも25年前に、23年前ですから、うん、まあ、まあ大方25年ぐらいの年月が、うん、八さんとの出会いの年数なんで、うん、そうだね、そう、その出会いの年数の高寿ウイスキーってことですね。なんかいろいろね、ちょ、なんかこう、なんか八さんね、今も社長ですけど、僕いつももセミセミチ言ってたんですかね、八さんとのこのね、時間をかけて、はい、でしょ、 そうですね、それがこのね、こう、あの菅原になってるとこ、なんか同じように時間を過ごせていった感じです。で、今回の幸四郎さんの例えで言うなら、うん、14年が、うん、こっちがですね、30代、うん、そうですね、30代ぐらいですね。で、大原玲子さん、まあちょっとすいません、エロの方に行ったんで、30させ頃、40し頃、50ござかきですからね。それはこ、ござかきまで来ちゃった。もうエロい、エロのね、うん、ちゅうかね、はい、あのもう本当なんかもうトータル的な、あの品があって綺麗で、もうちょっとね、もうそんな感じの、僕はなんかそんなイメージです。いやー、めっちゃ飲みたいです、僕。でしょう、はい、まあけど本番まで、もちろん本番はだってですよ、こう、八専務の説明を聞きながら飲めるわけですから、そう、たまらないですよね。たまらないです。で、これを、やっぱ、その、うちらだけでやっちゃったら、うん、あの、皆さんに送るわけちょっといけないんですけど、ね、塾長のコメントをいただきたいので、塾長に送っちゃおうということで、ちょっと、じゃあ、陽気に。はい、わかりました。はい。もう、こうやって、黄色、こっちがないけど、何ですか、ね、黄色がですね、25年です。こうやって黄色が25年。はい、赤が14年。じゃあ、これ、ちょっと次ますね。はい、もうだいぶ洗ったんで抜けてますよね、匂い。大丈夫ですよね、カップの、カップの、いやいや、洗わない方がいいと思うんですよ。匂、うん、ってみてないですよね、シューは。あ、全くないないですね、うん、はい。じゃあちょっとこれを、14年、またこの色もいいですね。で、あの塾長のお宅にはですね、うん、キャット様もいらっしゃるんで、ね、本来は30のところを60です。お二人分、わかりました。キャット様
キャット様にも飲んでもらわないですよね。そうですね。それはもうしょうがないです。それはそうです。いつもね、そうです、サービス出演していただいてるね。うん、これは塾長分。はい。14年ですね。うん。入るかな。おちょうど。うわすげえ。ぴったりですね。すげえね。ぴったりですね。わあこれは多分喜ぶと思うよ。だってこれ飲めないやつは今も。そうですね。これもう買えないです。ですから、はい、まあ誰か彼かお持ちですけど、まあ今もうはっきりしているのはお店で飲めるのは洋酒博物館だけ。うん、今回ちょっと後でまたしっかり、うん、そうね、はい、ちょっとこれね、はい、こっちがまず、はい、そしてね、14年、もう分かった、14年ね、はい、これね、はい、だからもう容量が分かりましたから、はい、うわこれ贅沢よ、そのまま入れるちょうどね、うわすっげえ、まずお蓋、そう大事、はい、これはだいぶやりましたそらもうそらいい、そらいいこれもうちょっと減っちゃったら交渉さしれっと飲んじゃうってことですか生これはこれ塾長キャットさんこれはなんか25年期ね、はすげえ。ちなみにこの25年は、まあ、ちょっと値段も張りますけど、はい、まだ在庫あるそうです、うん、はい、金額をとりあえず言った方がいい。まあもうこうもうあの菅原水郷さんの八千部のホームページにも出てますから、うん、はい、まあよ大体43,000円、はい、これ43,000円に消費税です。約5万円ぐらいします。はい、はいはい、ですからやっぱりちょっとバーで飲むとワンショットやっぱ5,000円近くいきますよね。ああもう簡単にすると思います。いきますよね、こう値段的に、ね、はい、はい、塾長、はい、キャットさんお願いしますよ。はい、はい、ということで、はい、ちょっとかなり今回も盛り上がると思いますので、はい、いいと思います、ね、ぜひちょっと多くの方に参加していただきたい、はい、思います、はいはい、まず日程は6月の23日、はい、確認しましょう、はい、そんなのですから主催者がそうそう6月23日、はい、うん、日曜日、そう、日曜日、はい、6月23日の、はい、まずね、今度の開催は6月23日日曜日です、はい、の18時45分、はい、乾杯です。乾杯。もうぜひまた皆さん、初の方も、はい、今回はまたね、この作ってる菅原水郷の恥社長が参加してくれます。はい、またね、こういった話はなかなか通常聞きませんから、ぜひまた参加お待ちしておきます。仮にですよ、やっぱこれを飲みたいなってなって洋酒博物館にご来店されるにしても、うん、恥専務のこの生のこれアーカイブで残んないんで、そうそう、ぜひ参加してもらって、うん、切って飲むとやっぱ全然変わると思いますし、うん、そうですね、まあ恥専務っていう方がどんな、まあ恥さんですよね、社長ですね、もう社長なんです、ね、どんな方かっていうのももうたっぷり味わっていただけるんで、もうダンディーでね、男前です、はい、かっこいいです。ですけど多分僕はもう喋る隙ないと思います、自分は多分もう全部回してくれるのも恥ずむやで、佐藤さんも、うん、マスターオブウイスキーの、うん、朝日のですね、うん、佐藤さんも、今回はなんかちょっとオブザーバーで、うん、ちょっと覗きに来てくれるみたいですね。まあ恥専務と佐藤さんの掛け合いとかも見れるんで、すっげえよね、日経ウイスキーのね、はい、佐藤さんと、はい、ね、これあの水越菅原の恥社長との話、それにあの塾長までいますよ。そうですよね、なかなかですよね、もうすごい。そこにもう世界一のコレクターの、いやいや、僕は超うまいしか言いませんけどいやいや、まあ、味的にはだけどこのコレクションそうですね、まあとりあえずね、僕はもうまあね、そり一人でも多くまたお酒のファンを作りたいなと思ってます。これの動画の終わりでも、うん、塾長そ のなんかレアなビール飲んでたんですよね、うん、なんかちょっとこ う, そ う, そうシンガポールかなんかの、うん、その塾長飲み終わったその缶はいりますって言って送ってきてくれ、そこでみんなエラー受けてる。そう、もう塾長から送ってきてくれました。そんな欲しいの多分日本で起こすだけなんで人の飲んだ空き缶欲しい。
あれ持ってなかったから。で、塾長ももう幸四郎さんと付き合いがほら長くなったんで、幸四郎さんがそういうのが欲しどんくらい欲しいかって分かってるんで、うん、もう送ってきてくれました。そう送ってきました。もうありがたいこと。塾長ありがとうございます。今展示してます。はい、うん。まあそういうことで、はい。はい、ちょっと今日長くなりましたけど。ちょっと今日は丁寧に説明したかったということで、そうですね、はい、うん、おそらくウイスキートークの話はもうできないと思います。そうですね、今回のはもう多分こっちの方のね、戸田水京さんの頃ね、はい、あのお話になったりとか、はい、あとはまあ佐藤さんも、ニカの佐藤さんも来てね、はい、参加してくれるかもしれませんので、はい、まあとにかくそのこう何ていうんですかね、なかなか一般では聞けないようなオンライン飲み会になるかと思います。しかもアーカイブには残らない。そうなんです、残りません。だから貴重ですね、うん、もう本当にこの時だけしか聞けませんので、はい、本当にまあ日程と時間とある方はぜひ参加お申し上げます。はい、はい、そういうことです。はい、はい、よろしいですかね。はい、はい、じゃあ今日は、菅原水郷バージョンのペコで。そうです、菅原水郷、この素晴らしいあーいペコ。ありがとうございました。ミッキーさんやこれ。ありがとうございました。